皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー元気にやっていく。今日は珍しく新着コース遊んでいってみたいと思います。上から順番に行こうかどうかはまだわからないけど、とりあえず一番上、激ムズサトシ月光河さん。当然まだ0分の0ですね。とても難しいに入るようなコースじゃなければいいんですけど、どんなコースでしょうか。まずスターが上にたくさんあって、このノコノコの甲羅を何かに使えということでしょうか。とりあえず投げてみよう。下に土管が見えますが、このスターは取っていいのかな、あんまり良くないのかな、どっちだろう。これでノコノコ取っちゃうと積んじゃうパターンか。下はコイン、おっきのこ発見。これが勝利への道筋かな。あー、もしかしてこれでこの辺まで壊してから甲羅を横に投げて土管に入れと、そういうことなんでしょうか。こっちでもでもいける気もする。いけるかな、いけてくれ。壊してなんとか、壊してみ、はい、OK、壊してみますよ。下まで行っちゃっていいかな。はいはい、ゴール。無事にこれで最初のクリア者になることができました。やっぱりあの土管に入るのが正解ルートだったんですかね。今私が行っちゃったのはいけないルートだったんでしょうか。興味ある方は試してみてください。激ムズサトシ月光河さん、クリアしました。ありがとうございます。一番乗りって気持ちいいね。はい、次こちらのコース行ってみましょう。ギリギリケンイチさん、こちらもまた0分の0でございます。ギリ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 チョップビーズだからどうした。なるほどね、そういう系のコースですか。当たりはどこか一箇所だよと。ゴールしちゃったよ。よくわかんない、何がギリギリだったんだ、何がギリギリだったんだ。はい、気になる方はこれもまた試してみてください。というわけで無事に一番乗りやったね。はい、次行こう。はい、次こちら、ただの鬼ごっこ。さくちゃんさん、まだ星が1個もありませんね。新しく始めたばっかりの方なんでしょうか。新人さんは大切にしないとね、これからのマリオメーカーのためにも。ただの鬼ごっこ、誰かが追っかけてくるのか。上に扉発見、なるほど。 OK、 了解了解、次でいける。クリア率 100% はなくなっちゃったけど、そこは許して。まずはとにかく全力でダッシュしたら氷の隙間をこの辺、はい、あー入れない、意外とシビアなタイミングだぞ。氷の切れ目を見つけるのが大変だ。うまく戻ってこれるかな。一マスなんですよね、隙間が。あー厳しいぞ、意外と。バネがないのでスタートでダッシュするってこともできないですし、あれ、これでも間に合わないと。本当に地面の変わり際とか見て完璧に覚えないとは無理か。扉から 1,2,3,4,5,6,7,8,9 マス目かな、空いてるの。目算できるかな、走りながら。1,2,3,4,5、あーちょっとずれた。そこで壁キックできればかっこいいんだけど、さすがにな、ちょっと遅いのかな。しゃがんでジャンプしてみようかな。逆にこの辺で走り始めるとタイミングいいかもしれない。あー惜しい惜しい、今の感じ。ここだ、ここでございますよ。いくよ、
に出てくんろ。はい、できなかった。今は一マス手前に当たっちゃったかな。なかなか難しいぞこのコース。多分難しいには入る。普通は無理だね。当然簡単でもないとテームズにはならないと思うんだけど、やばいぞ。やばいしか言えてないぐらいやばいっすよこのコース。やばいっすよ。よし、行けた。今の扉に入らなくても行けるぐらい今回は余裕がありました。やっぱりしゃがみジャンプでやった方が一マスの隙間入りやすいんでしょうかね。なんとかクリアすることができました。結構苦戦しちゃったかな。ただの鬼ごっこ。さくちゃんさん、ありがとうございました。さて次やっていきましょう。間違えた、次やっていく。はい、次はこちらのコース遊んでいきましょう。ファッツアンダーザシーエイプさん。さてさて、イギリスの方ですね。よろしくお願いいたします。何があるの。はいはいはい、これズルできちゃいそうな気がするけど、ズルしないでとりあえずお邪魔してみますか。まずメットがあって、メットをかぶる。はい、バーネもかぶっての。花ちゃん、激おこ花ちゃん、スターがあるね。スター取っておこうか。あ、食らっちゃった。ここは何だろうね。海の中に何か遺跡があるとかそういうイメージなんでしょうか。この屋根の中には入れないからのブクブク。 あ、矢印が右の方向行けってなってるね。どんどん進んでいくけど、チョロプーさんこんばんは、こんにちは、これからもよろしくる。本当にこっちに何かあるんだよね、信じてますよ。あの羽生えゲスト早い。持ち物でも持って泳いでれば振り切れるんだ。これは新しい発見。上かな、何にもないよ。あ、上何にもないじゃん。ちょい待ちちょい待ち、うさぴゃーん。あ、これかな。はい、あー入れた、よかった。これ入れなかったら終わった。そしてゴール。海の底は何だったんでしょうかね。素晴らしいアンダーザシーダーリン、私の言うこと信じて。やめとこう、消されたら困る、これディズニーだ。よし次行くぞ。隣の海藻は青く見えるさ、陸に行くのは大きな間違い。はい、こんなの歌うのが間違いということで、スピンジャンプ練習中級遊んでみましょう。あーさん、100秒のコースでドッスンさん、パックンさん、ドッスンさん、はいこんにちはでいいの、本当にいいの。なんなんだこのコース。まあいいか、一番乗り一番乗り。はい、スピンジャンプ練習これで中級。ちょっと待って、初級とかあるのかな。ちょっと見てみたくなった。あった、スピンジャンプ練習初級行ってみましょう。何が違うんだろう。今の中級とは正直思えない難易度だったんだけど、何が違う？同じにしか見えないよ。どういうことどういうこと。待って、上級もありましたよね。上級やってみよう。一番いいタイムは出せてないけど、まあいいや。次上級上級いくぞ。スピンジャンプ練習上級やっていく。より今度はクリア率が 40% で低めだ。
でも今ゴールの感じは同じように見えたけど、ん？何が違う？同じだ。ちょっと待った、これあれでしょ、いいね稼ぎ用のコース3つ並べただけでしょ。ふふう、そういえば今日昼間にメンテナンスあったみたいなんですけど、あれ一体何のメンテだったんでしょうかね。どなたか内容わかる方いたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、では次こちらのコース遊んでいきましょう。時間に気をつけて、ちょいむず。アイリーンさん、アイリーンアドラーかな。ホームズ見てる人だったらアイリーンアドラーわかると思うんだけど、どこが正解か。右か、一番右ですね。 OK、 わかりました。まあ楽勝でしょう。ここまで一気に飛んじゃえば P スイッチ踏んでのどっちだろうな。右側の P スイッチ行くのが正しいのか、こっち側に登るのが正しいのかわからないけど、こっち。あ、ドッスンさんいらっしゃったのね、こんにちは。これからお邪魔いたしますよ。で踏んで踏んで、これさっき、はい、今あなたは何も見なかった、いいですね。何も見なかったんですよ、いいですか、わかりましたか。何も見ていませんよ、いいですね。はい、じゃあそういうことで次のプレイやっていきましょう。ドッスンさんの頭を巻き取ってのカロウさん踏んづけてのピース、ピージャンここで来るか。でもこのピージャンする必要はあるか、先が見えないのが難しいかな。よいしょ、この P スイッチ持ってってもいい気もするんだけど、さすがに間に合わないかな。あれ、なんでこんなお茶目なミスしちゃうんだろう私。ほいほい、まあちょいむずっていうぐらいの難易度ですね、確かにね。結構死んでますけどね、ちょいむずでございます。安全のためちょっとだけ助走距離を取っています。あぶねあぶね、またお茶目なミスをするところでした。ここのドッスーさんに気をつけて、ここはもう上から行っちゃっていいと思うんだね。こんにちは、こんにちは。どっち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 、はなちゃん行くよ、間に合って、お願い、こっち、本当に危ねえ。というわけでゴール。まあ B ジャンだけできればそんな難しくはないんですけど、足場がもうちょっと見えやすいといいコースになるんじゃないでしょうかね。次のコース期待してます。一番乗り、まあ30秒切るのも楽勝です。さて次、クッパと真面目に戦え、こちらのコース遊んでみましょうか。メガネの釜市さん、あ、もうどなたかクリアしてますね。ふふふ、もう真面目に生きてる私ですから、クッパさんとも真面目に戦ってみせますよ。これクッパ、コクッパ、ヒュー、皆さんブーイングは受け付けません。はい、よろしくお願いします。次のコース遊んでいきましょう。このベストタイムの人も絶対倒してないね。はい、次行こう。こういうコースはいいや。バグコースもいいや。よく見てジャンプ。うお、このコース難しそうじゃないですか。お名前が読めません、なんて書いてあるんでしょうか。よく見てジャンプ、これ上行くのは多分ダメなんだろうな。まあ大丈夫かな、それほど難しくないかな。オッケーオッケー、いけるいける。上いけんのかな、上行きたいけど意外と罠な気もする。
大丈夫かな、上行けるかな。1-2のサングリア、1-2のサングリアファントム。そろ、あ、下にメットがあるけど、あれは何。ワンワンが海水浴しているよ、あったかいお風呂で。ワンコはね、人間よりちょっとぬるめのお風呂じゃないとダメですよ。はい、というわけでゴール。はい、何ですか皆さん、苦情は受け付けません。はい、これ絶対制作者さんこっちでクリアしてるでしょう。よく見て、ジャンプクリアしました。一番乗り、じゃあ最後こちらのコース遊んで終わりにしましょう。10秒なのに爽快スピードラン、リートンさん。あ、もうどなたかクリアしてましたね。クリアタイム 見れなかったけど、どんなコースでしょうか。こうして、ん、あー、はいはいはい、ブラッパさんいらっしゃったのね。からのパウ投げてドアにお邪魔しまりよ、からの右にどんどん全力ダッシュ、気持ちいい。ゴールが見えたけど、ゴールはどこ、あった、下か、間に合って間に合って間に合わないスタイル。オッケー、わかりました、任して、ま、これでクリアだ、任せろ。もう道が分かったから俺に怖いもんはないぜ。どんどん突き進むだけか、過去は振り返らない。よーし、ゴール。なかなかでも本当に爽快で面白いコースでしたね。最後のちくわのあの時間調整、個人的にはちょっと苦手なんですけど、そこをもうちょっとうまくやってもらえるととても面白いコースになると思います。はい、それでは今日新着コースたくさん遊ばせていただきました。ありがとうございました。コース募集もしてますので、よければツイッターか動画のコメント欄の方にご記入の方よろしくお願いいたします。では次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。